シャトーヌフイコールグラースは、フランス、プロヴァンスアルプコートダジュール地域圏、アルプマリティーム圏のコミューン。地元住民は、単に、シャトーヌフと呼ぶ。ビレッジと呼ばれる、旧市街そのものは、丘のてっぺんにあるが、コミューンの領域には、他の丘や、1980年代に、住宅や商店が増加した、平らなプレデュラックの大地も含んでいる。自治体内には、多くの水源、 泉があり、それを囲むように、プラタナスの木立ちがあったり、一軸の木が点在する。1153年春、アンティーブ司教とレランス修道委員長が和解した、時、オピオから自治を獲得したその土地の名を、カステロ・ノーボと言った。他の文書では、カストラム・デ・カステロや、カストロ・ノーボと記載されていた。シャトー・ヌフ・イコール・グラースの主張は、 1954年の INSEE による国勢調査の後に正式名称となったシャトーヌフイコールグラースをシャトーヌフにしようと強制している。この用語の使用は、軍庁所在地であるグラースの町やいくつかのコミューンで軌道に乗っている。ビエイユメリー広場12世紀、オピオ領主によって村が作られた。領主は最も高い場所に城を建てた。そこは、 鉄器時代からすでに古い城塞が存在していた。オピオ住民は、その後、グラースの侵攻から逃れるためシャトーヌフに定住するようになった。そしてこの地は、シャトーヌフ以降レルドピオとなった。困難の時代に特筆された出来事は、プロヴァンス東部をバルセロナ博家が買収し、プロヴァンス博となったことである。ロメド・ビルヌーブが率いるプロヴァンス博軍は1178年に、 オピオを占領した。1229年にシャトーヌフイコールドピオが、プロヴァンス博のものとなった。シャトーヌフイコールドピオは1257年に、オピオから分離した。1306年、シャトーヌフイコールドピオ領主は、グラースイコールカブリケが継承していた。その後、婚姻によって1400年にラスカリ、ヴァンティミーユケが継承した。17世紀からは、 ピュージェト・サン・マルク家が継承した。村は16世紀に繁栄の時代を経験した。丘の頂上にある村は火事で破壊された。シャトーヌフ住民と近隣コミューン住民との間にブルスクの聖母巡礼をめぐる争いが起きた。特に1763年8月の争いが知られる。1826年、ベルジエ集落の住民がシャトーヌフからの分離を求め、 1830年にルレトが合併した。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降は NSEE。ありがとうございます。